宇宙世紀0082、人類の約半数を死に至らしめた一年戦争終結から2年後、ジオン公国はジオン共和国として再出発し、戦争を支えた軍需産業や技術者たちは月の巨大企業アナハイムエレクトロニクスへと吸収された。その中にはかつてジオン軍のフラナガン機関でニュータイプとしての資質を見出され訓練を受けたペッシェ・モンターニの姿もあった。過去を乗り越え新たな人生を歩むペッシェの前に旧ジオン軍の残党たちが現れる。彼らは今もなおジオンの魂を失ってはいなかった。最終トライアルだな。オービルさん、コンペ用の試作機とはいえ俺たちジオンの人間が新型ガンダムを作ったんだ。よくここまでこぎつけたよ。あとは君の手でこいつに魂を吹き込んでやってくれ。頼んだぜペッシェ。はい、ペッシェ、準備はいい？こちらは大丈夫です。あまり緊張しないでね。あなたならきっとできるわ。ありがとうございます、ルセットさん。ではこれよりガンダムエンゲージゼロの最終トライアルを開始します。ペッシモンターニュ、ガンダムエンゲージゼロ発進します。模擬戦闘とはいえ油断はできないわね。ここです、ここです。ミッションクリア、これより起動します。お疲れ様ペッシェ、大成功だったわね。ありがとうルセットさん、これも技術スタッフの皆さんのおかげです。それは当然と言いたいところだが、今回のトライアルに関しては君の手柄さ。エンゲージゼロの機動性は波の連邦兵に扱えるような代物じゃない。モビルアーマーでの実戦経験のある君にしかできない仕事なんだ。さすがあのアバオアクーを生き残っただけのことはある。あ、すまない。あの戦いで君は大切な人を失ってるんだったな。いえ、いいんです、戦争はもう終わったことですから。そうよ、ここではジオンも連邦も関係ないわ。過去やイデオロギーにとらわれず、目指すべき頂を同じくする。エンゲージゼロこそ平和の象徴ともいえる機体じゃないかしら。平和の象徴か。何よ、何か言いたそうね。いや別に喧嘩を売りたいわけじゃないんだ。ただ俺たちはアナハイムが拾ってくれたからいいけど、
このフォン・ブラウンの町にだって再就職もできない元ジオン兵はたくさんいる。そういう連中のことを考えるとちょっとな。戦争はまだ終わってないとでも言いたいわけ？そういうわけじゃないけど。でもやっぱり私たちが前を向かなくちゃ始まらないと思うんです。私の恩人は軍事技術の向上は未来のためにあるべきだって言ってました。人殺しの兵器を作るんじゃなく後の世の多くの命を救うためだって。私もそう思います。だからこそ私は今ここにいるんです。ペッシュ。うん、そうだな。ペッシェの言う通りだ。俺たちが使える人間だって分かれば他の連中も認められる。あいつらのためにも俺たちが頑張らなくちゃな。ええ。お呼びでしょうか、常務。ご苦労。エンゲージゼロの開発は順調のようだね。やはり元ジオンの人間を開発チームに入れたのは正解だったようだ。お言葉ですが。わかってるよ。スタッフの出自は関係ないと言いたいんだろう。とはいえエンゲージゼロのクライアントは地球連邦軍なんだ。我々アナハイムも企業である以上クライアントの要望には沿わなければならない。連邦軍が何か言ってきているんですか？この資料を見ての通りだよ。これは連邦軍は模擬戦闘ではなくエンゲージゼロの実戦データを要求している。試作機を前線に差し出せと。それだけじゃない。テストパイロットと技術スタッフも含めてだ。そんな、彼らは民間人なんですよ。今はそうかもしれないが、ペッシェやオービルは元ジオンの軍人だ。しかし、あえて危険な現場に着かせることで彼らの標準を試すおつもりですか？皆まで言わせるな。これは極めて政治的な問題なんだ。このフォン・ブラウン近辺では今なお旧ジオン残党によるテロが頻発している。連中を黙らせるという意味でも元ジオンの人間を使うことは一石二鳥だろう。毒を持って毒を制すだよ。彼らを毒だと。揚げ足を取らないでもらいたいね。連邦軍にとってという意味だ。考えても見たまえ。我々にとってもジオンの技術は必要不可欠だ。しかし彼らを囲い続けるには連邦軍の許可がいる。次のガンダム開発計画につなげるためにも今連邦の機嫌を損ねるわけにはいかないんだよ。納得してもらいたいね、クレナ所長。承知いたしました。うん。ではエンジニアのルセット・オデビー以下、メカニックのニック・オービル、テストパイロットのペッシュ・モンターニを含むエンゲージゼロ開発チームを地球連邦軍の月面テロ掃討作戦に出航させるものとする。ジオンの負け犬どもめ、身の程を知りやがれ。ちょろいもんよ。じゃあアナハイムの連中は親身に面倒を見てくれているんだな。ええ、それはまあ。いいなあ、新型のテストパイロットなんて。彼女は整備士のミチェル・カノです。よろしく。この子もジオンの人間なんだ。ちょっと前から仕事を手伝ってもらってる。もっともジャンク屋の安い手間賃じゃ
小遣い稼ぎにもならんだろうけどな。そうだったんですね。ペッシェモンターニュです。よろしく。ケリーさんから話は聞いてます。あのアバオワクーを戦ったんでしょ。すごいな。私も元はパイロットだったんですけど、母艦がアバオワクーにたどり着く前に終戦になっちゃったから。よかったな、無駄死にしないで。あ、ひどい。これでも私成績優秀だったんですから。わかったよ。それでペッシェ、話ってのは。実は今度連邦軍の作戦に同行することになったんです。つまり君も実戦に出ると？ええ。相手は誰なんです？まさかジオンじゃないでしょうね。軍事機密に関わることだからあまり詳しくは話せないんだけど、それでもやっぱり相手は元ジオン軍ってことになるのかな。そんな、いいんですかそれで。ジオンの人間同士が殺し合うなんて。落ち着けよミチェル。ペッシェだってやりたくて受けた仕事じゃないだろう。でもやっぱりそう思いますよね。ジオンの技術者たちが作った機体が連邦の軍艦に乗ってジオンの人間と戦うだなんて、何やってんだってなりますよね。でも相手はテロリストなんです。いくら同胞でも悪いことをしてる人たちには。同胞をテロリスト呼ばわりするんですか。悪いのは連邦じゃないですか。それはアバオワクーやソロモンを忘れたんですか。あの戦いでどれだけ多くの人たちが死んでいったか忘れたんですか。みんな故郷や家族を守るために命を懸けて、あなただってその場にいたくせに。もうよせミチェル、ペッシェが悪いわけじゃない。最低。私ペッシェさんとは友達になれません。失礼します。おいミチェル。たく、悪かったなペッシェ。普段はあんなやつじゃないんだが。いえ、彼女の言うこともわかりますから。まだ時間はあるか。え、はい、何でしょう。ちょっと付き合いよ。見せたいものがあるんだ。これは一年戦争の時のモビルアーマー。ああ、バルバロだ。君のお父さんやアシレータイが開発に携わっていた機体だ。よくこんなものがまだ動くんですか。残念だが、こんなジャンク屋の整備じゃ再稼働までに一年以上はかかるな。けどいつか必ず直してみせる。直してどうするおつもりなんです。また戦争するんですか。別に人殺しがしたいわけじゃない。ただなんていうかな、俺もミチェルもまだ燃え尽きちゃいないんだ。燃え尽きてない。君のように新たな人生を手に入れた人間はほんの一握りだ。多くのジオン兵たちは今もなお戦争の傷跡に苦しめられている。みんな今の自分を受け入れられないんだ。戦後だの平和だの、まるで己の魂が日に日に色褪せていくようで。でもだからといってテロや戦争が許されることなんですか。私たちはそれを抑止する手段を一生懸命作ってるんです。後の世の多くの人たちのために這いつくばって頑張っているんです。君の言いたいことはわかる。まさに正論だ。けどな、やっぱり世の中には正論じゃ納得できない人間が
たくさんいるんだよ。ケリーさん。相手もジオンの人間だけど、やらなければ私がやられる。新たな機影を確認。今のは一体。ペッシェ、大丈夫？怪我はない？ええ、なんとか。けど、まさかテロリストがあんな強襲用の機体まで持ってやがるとはな。しかもありゃただのケンプファーじゃない。念入りにカスタマイズされた機体だ。あの一撃離脱戦法に俺たちは散々痛い目に遭わされてきたんだ。ジオンの小娘がシャシャリ出てきたところであいつを止められるもんかよ。気にするなペッシェ、君も機体も無事に帰ってきたんだ。それだけでもこの船のパイロットよりよっぽど優秀ってことさ。なんだとてめえ。やめてください、セグ注意。コシドラボロクソのジムで戦ってんだ。俺たちだってな、新型の機体さえありゃあんな連中に。戦う前にまともに動かすことすらできませんよ。てめえ、もう一遍言ってみろ。やめなさいよ二人とも、言い争ってる場合じゃないでしょ。それよりもあのケンプファーの対策を練らないと。何か策でもあるのか。策ってほどでもないけど、問題はケンプファーの高機動力と一撃離脱戦法なわけよね。だったらエンゲージゼロにはそれを上回る機動性を持たせればいい。例えば加速用の追加ブースターを装着させてみるのはどうかしら。はあ、正気か。ただでさえエンゲージゼロは普通の機体の何倍もの G がかかるんだ。その上に追加ブースターなんて乗っけてみろ。中のパイロットはこりゃ傑作だ。まともに動かすどころか白目向いて泡吹いちまうのがオチだぜ。いいえ、ペッシェならできるわ。モビルアーマーでの、いえ、サイコミ兵器での実戦経験のあるペッシェなら。サイコミだと？じゃあこの小娘は。知っていたんですね、ルセットさん。私がフラナガン機関の出身だってこと。フラナガン機関って、あのニュータイプを養成する？そうよ、ニュータイプの素養を持つ者を発掘し専門に養成するジオンの特務機関。ペッシェはそのフラナガン機関の数少ない生き残りの一人よ。道理でエンゲージゼロを軽々と使いこなしてみせるわけだ。ごめんなさいペッシェ、あなたの経歴を暴露するつもりはなかったんだけど。いえ、いいんです。
いずれこうなることは分かってましたから。けどいくらペッシがニュータイプでもエンゲージゼロはサイコミ搭載機じゃない。凄まじい G の中で脳波制御もなく火器と機体の制御を一人で同時にこなすなんて。いいえ、やります。そのための訓練を受けていたんですから。口では何とでも言えるぜ。血が逆流して目の前が真っ赤になって、それでもスロットル引いて照準合わせて、まともな人間のやることじゃねえ。まともな人間ならとっくに死んでました。それほどの地獄だったんです、あのアバオワクーは。あなたがその場にいらっしゃったかは存じませんけど。化け物め。わかった、追加ブースターは俺が何とかする。ただし点火して3分間が限度だ。それ以上は機体も君の体も持たない。いいな。わかりました。敵機発見、ケンプアだ。ブースター点火。私にどこまでできるか。そこです。ペッシェさんですね。まさかミチェル。ミチェル、どうしてあなたが。あなたこそどうしてそんな機体に乗っているんです。ケリーさんは知ってたんですか、ミチェルのこと。知ってたらテロリストなんぞ雇うもんか。ラトーラからも二度と人なんか雇うなと釘を刺されたよ。そうですか。
けど、どうだろうな。たとえミチェルの素性を知っていたとしても、あいつを止められていたかどうか。まだ燃え尽きていない人間を止めることはできないとでも言いたいんですか？そんな理由で同じ国の人間同士が殺し合わなくちゃいけないんですか？ガトーのこと知ってるか？もちろんです。ソロモンの悪夢と呼ばれたあのアナベル・ガトー大尉ですよね。ああ、そのガトーから久しぶりに手紙が来たんだ。決起の時を待っているってな。どういう意味です？また戦争が始まるってことですか？わからん。作戦のことは何も聞いちゃいない。ただもしあいつが動くなら、俺ももう一度立ち上がってみせるつもりだ。そんな。君はどうだ、ペシェ？君ほどの腕があれば俺がガトーに推薦してやってもいい。連邦の仕事で嫌な思いをすることもない。もう一度ジオン軍人として。お断りします。ペッシュ、戦争はもう終わったんです。ジオンは負けたんです。今私たちがすべきことは、ジオンの誇りや魂を見せつけることじゃない。その誇りを失わず次の時代に生きることじゃないんですか？それでこそ死んでいった人たちの思いを受け継ぐことができる。たとえ売国奴と罵られようと、私は。わかった。この話は聞かなかったことにしてくれ。ケリーさん、意地を張ってるわけじゃないんだ。だがな、今さら生き方を変えられるほど俺たちは器用じゃない。これがオールドタイプってことなのかもな。どうあっても思い直してはいただけませんか？すまない。そうですか。残念です、とても。どうかお元気で。次の時代に生きるか。その器用さがほんの少しでもあればな。トライアルの結果は上々でしたよ。ガンダム開発計画へのフィードバックにも十分耐えうる内容です。もちろんそちらの手はずも万全に整えております。今回のフレームと稼働データもすでにオーガスタ研究所に渡っておりますし、ですからぜひともお力添えをいただきたいものですな。失われたビショップ計画を再び立ち上げるために。